エンジェル隊、前機の登場を確認しました。バルファスク、意外に早かったですわね。また戦いが始まるのですね。ついにお出ましか。今度のは今までよりもちょいと厳しい戦いになるかもしれないね。それでも私たちは負けるわけにはいきません。このトランスバール公国を守らなければ。そうそう、それにこっちはたっぷり休養とってコンディション万全なんだから。タクトさん、任せてください。私たち絶対に勝ってみせます。了解。これが現在の状況だ。エルシオールの現在位置はここだ。敵艦隊の配置はこうなってる。タクト、どうする？確かにな。考えられるとすれば、俺たちの戦力を探りに来たってところか。待ってください、マイヤーズ司令。救難信号です。本艦に救助を求めている船があります。もう何なのよ突然。こんな辺境で救助の要請とはちょっと見ようね。もうやらせてる。まったく、バルファスクを前にしてなんてこった。悪かったな。俺はお前ほど図太い神経をしてるわけじゃないんだよ。すまん、少し取り乱した。救難信号の発信元モニターに出します。所属、成績ともに不明。トランスバールのデータベースに存在しない船です。トランスバールの船でないならバルファスクか。そこまでは。何分我々はあまりにも情報が不足してますから。おい、何をそんなにあっさりと。確かに少しばかり動きが硬いな。ってことは、つまり本来の任務はあの船の追跡であって、これは単なる不運な遭遇ってことか。敵の敵は味方とは限らないぞ。それに罠という可能性も捨てきれない。そこまで持ち上げられちゃ期待に応えないわけにはいかないね。お任せください。何か不穏な空気を察知したらすぐにお知らせしますわ。人命は大事です。もうどっちでもいいから早く決めてよ。いつまでここで待機してればいいわけ。落ち着いてください、ランファ先輩。大丈夫ですよ、私たち頑張りますから。わかったよ。なら手早く作戦を立て直した。タクト、基本の行動案を出してくれ。攻撃は最大の防御。悪くないんじゃないの、それ。電撃作戦ってやつだね。私は好きだね、そういうのは。ヘイは拙速を聞く。さすがはタクトさんです。わかった。了解しました。
もう一度作戦内容を確認するか。